大丈夫、おっちゃんにぶっつかっても怪我しねえよ、おっちゃん。めっちゃめっちゃプレッシャーに強い。いや、さあ、最後の最後がやばかった。やば、最後アウト。いやーね、見てるだけで楽しいんですよ、スケボーは。ね、今回はこんなナレーションで始まりましたがね、今プッシュしていったね、21世紀ローカル最年長になるのかな。ね、もう60歳を優に超えてる、ね、方、名前言っちゃっていいかな、林さん、ね、励みになります、私もね。で、まあ、いろんなね、顔見知り、知り合いが、ここ1年でできたわけなんですけど、この日は、っていうか、今ね、オーリーが沼になってまして、オーリーばっかりいろいろやってるんですけど、この日はですね、これ今、目の前に現れた、キッズスケーター、ね、いきなり俺の顔を見るや否や、あ、YouTuber の人だ、ね。いや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 、嬉しいですよね。見てもらえてるんですから。ありがたいというわけで、ね、早速、メガサブ TV ステッカーをあげて、ね、めっちゃ喜んでくれました。作った甲斐がありましたよ、本当に。ね。で、この日は、ね、このキッズスケーターのこと、二人でずっと、遊んでましたね。超楽しい子でしたよ。面白かったですよね。そんなね、もうぶっちゃけ子供っていうよりさ、もうちょっとしたらね、孫だよね、もうね、このぐらいの年代ってなったら。いや、ほんとメガサブさん、マジ、もうそんな年なのって感じ。まあね、見た目と頭はね、50近いですがね、気持ちはまだ中学2年生ぐらいなんでね、もしかスケボー広場とかその辺でスケボーをしてる姿、ね、見かけた方、全然声かけてもらっていいんで、はい。まあその辺にいるおじさんですから、ただのね、どんどんスケボーが上手くなりたいとチャレンジしているおじさんですから、大丈夫ですよ、話しかけても。なわけで、まあね、オーリーの動画は後にまた出しますけど、ほんとね、今沼ってます。でもね、こうやって一生懸命ね、練習してる小さい子とかと一緒にこうやって練習できるだけでも、ほんとね、励みになるんですよね。ほんとスケボーを始めてよかったと思ってますよね。いろんな方と知り合いにもなれましたしね、こうやって絶対ね、スケボーやってなかったら交わることのない人とこうやって遊べるんですからね。ほらもうニコニコですよ、ほんとに。負けなきゃ頭こっちに弱いじゃん。